レッドスパーダは、日本の競争馬守護馬主な勝ち倉に2014年の慶応杯、スプリングカップ、2010年の東京新聞杯、2013年の関谷記念。2008年11月15日、東京競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着。2戦目を5着の後3歳初戦の500万、下条件戦を勝って2勝目を挙げ、スプリングステークスと、 NHK マイルカップで連続2着に入る。秋2戦は、富士ステークス15着、鳴る記念5着と振るわなかったが、4歳を迎えて、初戦のニューイヤーステークスを勝つと、続く、東京新聞杯も2番手の競馬から押し切って、初めて重賞を制した。選択肢拡大の一環でダートに矛先を転じて、フェブラリーステークスに出走の12着に終わってそのまま、 休養に入り、高松の宮記念への出走や、チャンピオンズマイル遠征などのプランも白紙となった。12月の阪神カップで復帰し、金車差の奇跡の2着に逃げ粘った。2011年は、オーシャンステークスから始動して3着に入ったが、続く、高松の宮記念は、金車差の奇跡の5着。その後休養に入って11月のキャピタルステークスに、 出走も6着に終わり、再び長期休養に入って2012年中は出走しなかった。2013年1月のニューイヤーステークスでようやく復帰して、ミトラの4着に入ると、東京新聞杯、福島民友カップを続けて4着とし、慶応杯スプリングカップこそ12着に終わったが、続くパラダイスステークスを制して臨んだ関屋記念では、 ジャスタウェイの追い込みを封じて3年半ぶりの重症制覇を遂げた。その後しばらくは勝てず自前の成績に戻ったが2014年4戦目の k 王ハイスプリングカップでクラレイントを下して重症3勝目を挙げた。自走の安田記念で17頭立ての最下位に終わった後9月に右前足腔腱炎を発症していることが発表され。 9月24日付で競争場登録を抹消された。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com に基づく。引退後の2015年より、アロースタッドで種ボバば入りした。アロースタッドは父、待機シャトルの日本国内でのつなぎよ先の一つであり、待機シャトルの後継種ボバとして、初めての不死二台のつなぎ用が実現した形となった。 2019年の種付けシーズン終了後に、アロースタッドのラインナップから外れ、ニーカップ町のクラックステーブルに移動した。ABCDEFGHIJKLMNO、レッドスパーダ。ヤビスサーチ。公益社団法人日本系手場協会。2021年5月2日閲覧。ABC、レッドスパーダが、登録抹消、シュボバへ 3K スポーツ。 2021年5月2日閲覧。AB、レッドスパーダ競争成績。ヤビスサーチ。公益社団法人日本経主場協会。2021年5月2日閲覧。AB、カーリンの重低。レッドスパーダがデビュー勝ち。ネット牙、ネットドリーマーズ CO、リミテッド。2021年5月2日閲覧。レッドスパーダが復活 V、ニューイヤー S。 ネットキバ、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年5月2日閲覧。レッドスパーダが、横綱相撲で重症発生派、東京新聞杯。ネットキバ、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年5月2日閲覧。レッドスパーダは、フェブラリー S 参戦も。ネットキバ、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年5月2日閲覧。 レッドスパーダ高松の宮記念参戦も、ネット牙、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年5月2日閲覧。金車差の奇跡が、連覇達成、阪神 C、ネット牙、ネットドリーマーズ CO、リミテッド、2021年5月2日閲覧。ニューイヤー S、ミトラが混戦を経つ、ネット牙、ネットドリーマーズ CO、 リミテッド、2021年5月2日閲覧。流れに乗って早め戦闘。レッドスパーダが3年半ぶりの重症制覇、関谷記念。ネットキバ、ネットドリーマーズ CO。リミテッド、2021年5月2日閲覧。KO ハイスプリング C、から8歳生まれ、レッドスパーダが、重症3勝目。ネットキバ、ネットドリーマーズ CO。 リミテッド2021年5月2日閲覧。レッドスパーダが右前足のクッケン炎を発症。サンケ k スポーツ2014年9月24日閲覧。レッドスパーダの競争成績。ネット牙、ネットドリーマーズ CO、リミテッド2021年5月2日閲覧。アロースタッドにレッドスパーダがスタッドイン。 競争場のふるさと案内所場産地ニュース。公益社団法人日本啓主場協会。2021年5月2日閲覧。スパーダ新天地で奮起。コラム。東京サラブレッドクラブ。2021年5月2日閲覧。ABC。レッドスパーダ決闘情報。5大決闘表。ヤビスサーチ。公益社団法人日本啓主場協会。 2021年5月2日閲覧。AB レッドスパーダの5大決闘票。ネットキバネットドリーマーズ CO リミテッド2021年5月2日閲覧。ありがとうございます。